さんはオーガニック商品を少しでも安く買うためになんかやってることとかあったりします？そうですよね、それも素晴らしい視点。やっぱりとは言ってもやっぱり高いじゃんってなると思うんで安く買いたいですよね。意味のあるお金ではあるんだけど、でもちょっとね、うんうん、そうですよね、まあ、我が家もやっぱり値段気になるのでいろいろ工夫してるんですけど、まず一つが有機農家さんから直接購入するようにしてます。あ、間に挟んでない。そうそうそう、直販なので仲介通さないから安くなる可能性って高くなりますよね。はい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 、うん。でまあもう一つ言うと低予算っていう観点で言うと、あえて有機認証、有機ジャスを取っていない農家さんを選ぶっていうのも手だと思いますね。あ、うん、え、はい、日本だと実はですね、有機、ジャスの認証を取得できるのに取得していない農家さんが現在登録されている有機生産者の倍以上いると言われているんですよ。少なくても倍以上、うん、でなぜじゃあ生産者さんが有機ジャスの、まあ、公的基準取らないかっていうと、取るとやっぱりコスト高になっちゃいますよね。でそれを消費者に押し付けられない、押し付けたくないっていう方は結構多かったりとか、あとは自然農法家さん、もう私はオーガニックじゃない、そこはねその人たちはこだわってやってるっていうのであえて認証を取っていないっていう人が多いんですよ。あ、じゃあ別にあのマークだけを追いかけなくていいんだ。そうなんです、はい、はなので、うん、近隣でもしね有機農法やってる、自然農法やっているっていう農家さんがいるんであれば、そこに訪ねていけばすぐ分かりますよ。そこに訪ねていって、はい、どんな例えば農薬、ね、天然のものを含めて害虫対策どういうふうにしてるんですかとか、うん、雑草とかどうやって対応してるんですかって聞いていただいて、誠実な生産者だったらもう何から何まで全部教えてくださると思います。自分の目で確かめれば別に認証いらないじゃないですか。そうですよね、自分が認証すればいいんですもんね、うん、そうですそうです、認証のが生まれた理由が実はそこにあるんですよ。常に消費者が生産者のところに足を出向いていくのはもう無理だよね。だから第三者っていう形で、認証が作られたっていうのがあるので、まあ、近隣にいればもうすぐ行けますからね。でそこで買っていただいて、お話聞いていただいて、うん、この人応援したいなって思う人に決めていただけるといいかなと思います。素晴らしい。ちょっとせっかくなんで、はい、皆さん参加してもらってる皆さんの質問も答えたいな。どうしたらオーガニックが普及しますかね。だってそうですよね、私はもうねやっぱり自分がやっぱり教育やってる人間っていうのもあるんですけれども、そこじゃないかな、教育し、まずは知るっていうことじゃないかなって思うんですよ。でね、もうずっとこの授業の中でもベッキーさんもコメントされてましたけれども、知らないことの方が圧倒的に多かったりするし、別に一般食品を買っている人ってよし、じゃあ今日はスーパーに行って自動労働者また搾取してやるぞとかって思って別に一般食品買ってる人なんて一人もいないわけじゃないですか。ですね、うん、でも結果やっぱりそうなってしまっていることっていうのもあるわけですよね、うん、だそういった事実があるんだっていうのをまず知る。確かに、うん、そうで、もしかしたら今食べているものが安心ではなくて、将来数十年経った後に、まあ、がんだったりとか何かしらの病気にかかってしまうかもしれない、うんうん、そういったこと、いろんなことがありますけども、そういったことを知っていくっていうのがまず一つあるかなと思います。うん、あとさっきそのオーガニックが高いみたいな話をしてましたけど、ライフのオーガニックブランドが安くてお気に入りっていう情報が入ってきた。ライフってスーパーのライフだよ、はい、知ってますデムクさん、ライフは知ってます、知ってます。ライフナチュラルっていうプライベートブランド出してますよね、ライフさん。マジで近くに行こう、はい、そうなんですよ。イオンがトップバリューなんだっけ、グリーンアイオーガニック出しているのと同じでライフも出しているんで、私もそのiPhone さんと同じでプライベートブランドの購入をすごくおすすめです。やっぱり、ね、手頃な値段であることが多いんで、うん、そうなんだ。なんか、ね、最近ライフもね、おしゃれなライフが増えてきてるっていうか。あ、そうなんですね。なんかやたらグリーンを意識してる、なんかね、
店舗が増えてなんかナチュラル志向になっちゃってんのと思ってたけど、ちゃんとナチュラル志向なんだ、素晴らしい、行ってみよう。うん、てかこういう情報もらえるから この場いいですよね、こういう情報交換になるっていうか。そうですよね、いいですよね。あとあれ一昨日でしたっけ、ベッキーさんがあのインスタライブされてたと思うんですけど、はい、田舎ど田舎に住んでて買えませんみたいなコメント入ってましたよね。入ってました、うん、でベッキーさんがすかさず、いや今時はもうネットでしょうみたいな話されてたと思うんですけど、うん、ネットショップもいいですよね。いいです、私だから、うん、あのおまかせ便みたいな、毎週、うん、自然栽培のおまかせ野菜セットが届くようにしてます。で別に日本全国の方は、まあ、離島は どうか分かんないけど多分頼めるから、ネットでもね、うん、いくらでも買えると思います。まあ送料とかね、そりゃ乗っかっちゃうけど。そうですよね、でも結構最近本当にネットで検索しまくるとこんなに安く買えちゃうんだっていうものとかもあったりするんで、ぜひネットショップも調べていただければと思います。それこそなんか大きいネットショップじゃなくて本当に農家さんが直で配送してるのとかもあるから、うん、はい、そういうのもね調べればいいんだよね。食べ直とかすっごいおすすめです。食べ直、私も手を出そうかなと思ってんだよな。食べ直、はい、私の周りのすごい信頼してるあの雪農家さんたち皆さんやってますね。あ、本当ですか。はい、はい、で あんまり大きな声は言えないんですけれども、あの卸しちゃうと生産者がやっぱりどっかスーパーとかにそ仲介取られちゃうんで利益が小さくなっちゃうらしいんですよ。へえ。なんですけど食べ直だと結構利益がもうちょっとあの上がるみたいなので生産者も喜んでくれるみたいです。ウィンウィンじゃん。そうなんですよ、うん、あ、高くて全部オーガニック買えない人は何から買えた方がいいですか、何から買った方がいい。素晴らしいご質問です。聞きたい聞きたい、はい、あのおすすめしたいのはですね、毎日食べる食品をまず買えるっていうのと、あと調味料買える、それからもっとできるっていう余裕がある人は、1日でいいので1皿全部原材料、そうですね、原材料をオーガニックにしてみるっていう感じでやってみるといいと思います。あ、いいですね、うん、例えば お米毎日食べるんだったら、お米を有機にしてみるとかね。うん、確かにそれ大事ですよね、うん、はい、でよく飲むお茶があるんだったらもう有機茶に変えるとか、さっき言った調味料も、お醤油とかみりんとか味噌とかお酢とかね、もう料理の基本となる調味料、そういったのを少しずつオーガニックに変えていくっていうのがいいですね。素晴らしい。で理由はあの日頃からよく摂取するものをオーガニックに変えると、あの人によってはですね、心身の調子とかパフォーマンスが良くなったりとか、ベッキーさんももう何度か私も聞いてきたんですけど、お肌がね驚くほど綺麗になることってあるんですよ。変わりますよね、はい、なので、まあ、その変化っていうのが、まあ、自分自身の中で、ね、まず食に対する考え方とか、生活スタイルっていうのを一気に変える、そういうね大きなきっかけとなるっていうのは、私自身もね、あの私もオンラインスクールで、オーガニックスクールやってるんですけれども、その生徒さんを介して実際に見てきたっていうのがあります。あとはあの家族も一緒にね、やっぱりご飯例えば女性の方で作るって人だったら家族も一緒に実感するじゃないですか、うん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 、でそうすることで、まあ、家族や周りの人の理解を得やすくなる、うん、で仲間が周囲に増えていくっていうのもありますね。なのでうん、1日1品だけでもいいからオーガニック原料だけで作ってみるっていう風にやってみたりしていて、あの、まあ、でも大事なのはやっぱり自分が本当にできること、実現できることを継続することなので、自分の生活スタイルだったりとか、まあ、お財布に相談していただきながら実践していって、可能な範囲で、まあ、徐々にねトータル量っていうのを増やしていくっていうのをおすすめします。そう、無理に農薬は体に悪いんだ、全部オーガニックにしなきゃってなると自分が苦しくなっちゃうだけですもんね。そうです、そうです、本当に。だから苦しまないあのレベルで、とにかく自分が続けていけるっていう
あの容量でやっていただけるといいかなと思います。それが一番大事です本当に。そうですよね、継続が大事。はい。オーガニックって何とか、どんな価値があるのっていう、もうスタートのところを教えていただきたいと思います。あの有機食品無農薬だと勘違いしてる人って結構いらっしゃると思うんですよ。どうしてこんなにヨーロッパでは広まってるのかっていうのを考えていきましょうかね。今日本当に勉強になったし、なんかもう感じ方が変わる。今後なんか楽しくなりそう、オーガニックを選ぶのが。このハローオーガニックに皆さんぜひとも参加していただけたらなと思っております。